ちゃん、ワンちゃん、もうまたワンちゃん、またバイト遅刻だよ。お、俺が行かんとお客さんがっかりするしな。俺の料理を楽しみに生きてる人も結構いいから、ほら早く押すなって。もうお先、収穫頑張ってな。おお、お前も頑張り。おい、エリ、早く。ばあちゃん、待ってよ。やべ、また遅刻さ。ばあちゃん、ほら早く。すいません、遅くなりました。お待たせしました。はい、玄界灘で採れた車エビのスパゲティお待ち。うまいっすよ。あ、待ってたね。もうばあちゃんももう一人前やね。才能あんじゃないの。まだ来年卒業やろ、はい、このまま料理人になったらどげんね。ね、しんさん。それがよかよ、しんさん。そうだ、うん、ですかね。ですよね、俺もそう思うんすよ。っていうかもうなってるって感じ。すみません、あんまり褒めないでください。すぐ調子乗っちゃうんで。うっさ。えい、あっ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 、あ、東京ですか。おお、行ってみんね。大学が休みの間ヘルプでな、六本木のトラットリアの中でも超一流の由緒ある人気店だ。シェフは俺と一緒にイタリアで修行したやつでな、いいやつだ。なんでですか。俺は新さんの料理が好きで、ここで修行させてもらって本当幸せだし、ラッキーだと思ってます。シンさんの料理は最高です。そんなとこ行かんくても。バン、お前はまだ生まれたてん魚みたいなもんたい。大きか海で一度泳いでこい。料理人になるとはそれからでんよか。はあ、新さんも何考えてんだろうな。博多で一人前なら一人前やろな。怖いん？ん？別に負ける気なんかせんよ、東京もんなんかに。じゃあ行ってくれば。ずっとって言われたら嫌やけど、春休みの間だけでしょ。まあな。ばんちゃん、将来私と一緒に店やりたいっちゃろ。ああ。じゃあ行ってらっしゃい。新さんが会ってくれたのはばんちゃんのことを認めてるからなんじゃないの。それはまあそうかな。よし、わかった、行くか。やっつけてきてやるよ。あ、それにさ、ヘルプで行くわけやけんね。下働きに行くわけじゃないし、ヘルプだよ。助けてやろうじゃないの。なあ、どうする。そのままシェフとして残ってくれとか言われちゃったらさ。軽くいやつけときますか。すみません。Sorry.We'll be right back.
この番組はニベア、スバルとご覧のスポンサーの提供でお送りします。大変申し訳ございません。当店のディナータイムは18時からになっておりまして。あ、いや、はい、今日からキッチンにヘルプで入るもんです。バンと言いますが。シェフ。おお、来たか。ご中で。はい。ヨナ、案内してやってくれ。どうぞ、ご案内します。はい、どうも。バン君は福岡だってね。はい、博多です。いいところだよね。はい、行かれたことありますか。うん、昔好きな女性とね。いい街だったな。いい街は素敵な女性をより素敵に見せる。はあ、できた。あ、はい。いいんじゃない。よく似合ってる。申し遅れました。私、カーポカメリエレのヨナミネです。よろしくね。は、どうも。カーポ…まあ、ホールのチーフって感じかな。なるほど。え、カーポカメリエレ。なるほど。カーポカメリエレ。カーポ…カーポカメリエレ。それってやっぱイタリア語ですよね。まあね、頑張って。楽しくやろうね。はい。バン正吾、福岡の博多から来ました。よろしくお願いします。バン君は私の兄弟子の店で働いてる大学生だ。大学が休みの間うちで働いてもらうことになった。得意は何だ。遠藤さんの店ではどんな仕事をしてた。何でもできますよ。博多では前菜からメインまで全部やってました。おお、そいつは頼もしいな。うちでは前菜パスタメインに分けてるんだ。じゃあそこまで実力があるんならバン君にはパスタをやってもらおうか。わかりました。カトリ、面倒見てやれ。うっす。桑原、頼むな。はい、わかりました。今日は、おい、みゆき。仕事中は娘じゃありません。支配人と呼んでください、シェフ。これは失礼。今日の予約状況は、支配人。6時からの予約が11組、7時からが20組、8時からが24組、9時からが12組です。オールで156名様。まず6時の渡辺様、 C コースで予約されていますが、セコンドの赤はバローロの82年ものでお願いします。7時の水本様、お相手の女性が卵アレルギーのため料理に関しては細心の注意をしてください。8時の宮崎様、 A コースを予約されていますが、先付けにブルステッタを注文されていますから、よろしくお願いします。了解です。まあそんなわけだ。ではアローラ
あらがっつ組長も学ぼらあれ死にかかれ。仕事にかかれとさ。え、ああはい。イタリア語は？あ、簡単な食材くらいなら。うちはイタリア語覚えねえと話になんねえぞ。はあ、まあおいおい覚えるんだな。続けばの話だけどな。え、バン君は大学生のアルバイトなんだよね。はい。あ、でも店では一人前にやらせてもらってますから大丈夫です。なるほどね。そいつは頼もしいね。バン。はい。お前一番得意なパスタ作ってみる。はい。よしく。どうかな、ヘルプの子持つかな。また明日には行方不明になっちゃうのかな。うちは忙しいから。それに厨房は怖いしね。僕だったら1時間で逃げる。さてと戦ってくるか。今日はどちらに？議員さんのパーティー。そこのバカ息子がさ、結婚式の二次会やってくれるって言うからさ。おお、素晴らしい。大変なんだよこれ。でもみんなに笑顔を振りまいて、どなたかお友達を紹介してくださいみたいな。なるほど、いいですね。僕も支配人に営業されてみたいもんだ。バーカ。じゃあね。行ってらっしゃいませ。でもなんでパスタ飛鳥さんじゃないですかね。なんか納得いかないですよね。余計なこと言ってないで手動かして。はい。できました。イカと菜の花のペペロンチーノです。うん。なるほど。どうですか。時間かかりすぎだな。え？はい。うちのパスタのレシピ桑原に聞いて覚えろ。味は合格ってことですかね。どうぞ。こんばんは。いらっしゃいませ。こんばんは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。こんばんは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。足元持ってる。では失礼します。
31番4名様よろしくね。カルパッチョでペッシェウーノ、ペルドールメステウーノ、タリアッタルボロニエゼウーノ、スパゲッティラグペッシェスパーダウーノ、スピーゴラアルグリアウーノ、ベストカフェロンティーナウーノ。ベレミートソースのタリアッテッレ、カジキマグロのラグーのスパゲッティ、一人なかったら電気を確認しよう。はい。この速さ。アクパスミストチューエファーベアボンゴレウーノベレン1番ポルタ座って。15番3名様お願いします。スパゲッティアンラバンギャカーダウーノ、スピーゴラアンラグリアウーノベレン。すいません取ります。25番ポルタ座って。グラッツェ。楽しんでますか？あ、すいません、すぐにワインお待ちします。失礼します。失礼します。ボナペティト。22番4名様オーダーお願いします。カチトラウーノ、ベルドゥーレプリマベラウーノ。ベレベカウロテビーヤ。これだ。30番ポルタ。素晴らしいね。この料理はアクアデマールと申しまして、私がシチリア島で学んできた料理です。太陽がさんさんと降り注ぐシチリア島、まあゴッドファーザーで有名ですけどね。18番ポルタベネ。すいません取ります。18番ポルタグラッテ取ります。ポルタってあと何秒だ。30秒だ。5秒。パスタ遅いぞ。はい。来ました。パスタ、パスト。2番3名様オーダー入りました。イパナダでペッシェウーノ、アルスタディマヤーレウーノ。Hey!
菜でしたらですね、こちら本日のお魚のカルパッチョ。すいません。クアラ、グリル、はい、カトリ、パスタ頼む。です。バンはカトリのアシスタントだ。ベレー、何でもできるんじゃなかったのかよ。ん？なあ、元パスタ担当さんよ。なんだよこれ。俺にゴミダメで仕事させる気か。すいません、片付けます。みんなペースを取り戻せ。で、それも洗っとけよ。返事しな。はい、わかりました。帰りなさい。守備はいかがでした？上々でございます。さすが姫。どうも。あ、そういえばヘルプの子どう？あら、お皿洗ってるし時間の問題かな。ほら、お待ちしておりました。どうぞ。すみません、ご案内いたします。失礼します。はい、お願いします。パーズ、いいですね。
お願いします。どうぞ。ワンちゃん今頃どうしてますかね。忙しか頃やろね。強がってたけど昨日の夜寝れなかったみたいなんですよね。それにずっとフライパンでなんか練習しとったし、うまくやれてるかな。はい、お願いします。はい、洗い物お願いします。あ、すいません。大丈夫です。何が大丈夫なんだ。おい。え？田舎帰んな。嫌です。帰りません。おめえが嫌かどうかなんか聞いてねえんだよ。あのな、ガトリ。はい、もういい。これ以上厨房を乱すな。ありがとうございました。またのご来店お待ちしております。ありがとうございました。おやすみなさい。ヘルプが3日持つかどうか。どっちにします？こんなん当然だろ。あ、先輩、僕もいいですか。すいません。何喜んでんだよ。楽しくないですかこういうの。私もお疲れ様。お疲れ様です。小原さんは？
も。頑張ってるんだね。偉いね、女の子なのに。しかも結構可愛いのにね。は？バカじゃないの。私使いの男嫌いだし、そんな奴に可愛いって言われても嬉しくもなんともない。あ？折れてるよ。え？鼻っ柱が折れてるって言ってんの。お先。お先。お疲れ様でした。忙しさに慣れとらんだけやろうが。味で勝負しろ。味で。味なら負けねえんだ。ああ、おお、仕事が早いね。これじゃ賭けになんないっすよ。見てくださいよ、これやめるばっかですよ。ああ、じゃあ僕が。おお、ヨナさん。たくあんなの入れてシェフも何考えてんだが。ですよね。まあさら洗いになっちゃいましたけどね、いきなり。だな。でも洗ってるだけだったら高校生のバイトの方がよっぽどマシだよ、脳がき言わない分。ですよね。さすが先輩。なんだよ。言いたいことがあったら直接言ったらどうですか。何？どうした？いえ、別に。バン、シェフが呼んでる。はい。ああ、お疲れ。お疲れ様です。あの、パスタの味はいかがだったでしょうか。ん？いや、あの、確かに今日は忙しさにちょっと慣れてなくて迷惑かけたとは思いますが、ただ俺は、いや、僕は味なら、その、お前には才能がある。俺には一つはあった。そう言ってほしいのか。え？いや、そんな。まずくはなかった。え？遠藤さんの店にいたんだ。あれぐらいできたら当然だろ。違うか？はあ。まあ、器用な味だな。器用ですか？うん。器用ってのはな、真似がうまいだけだ。自分の力だと勘違いしちゃいけないよな。今夜の寝床だ。チャオ。どうも。Thank you.
丈夫なんかな。さんは辞める方にかけたんだ。立場的には続けてほしいとは思うけど、実際使えないからね。あれじゃ香取が切れるのも分かるんだ。そっか。なんでヨナさんは残るなの？なんか感じたとか彼に。いやいや、ギャンブラーの血が騒いだだけだよ。厨房のことはよく分からないし、まあ僕なら一日も持たないだろうし。よく言うやろ。え？試合人はかけないの？今はみゆき姫。ああ失礼。姫はどちらに？私さ、二つのうちどっちって決めらんないのよね、昔から。確かに。うん。博多か。そういえば昔行ったな。ごめんなさい。いえいえ。さてと、そろそろちょっとお客様と飲む約束していて。僕も彼女部屋で待ってるし。へえ。味勝負しろ味で。ここまではニベア、スバルと、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。おはようございます。おはようございます。おはようございます。まだいんのかよ。どうぞいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞこちら。いらっしゃいませ。ごゆっくりどうぞ。すいません。失礼いたします。失礼いたします。36番4名様よろしくね。インサルタベルデデュエパスタデルジョルノウノタリアテリアルサレモーネウノ。作れるか。え？どうなんだ。え？あ、もちろん、もちろん作れます。よし、じゃあ香取と一緒に作れ。うちのブロードを教わってな。はい。頼んだぞ香取、面倒見てやれ。よし。
ちが使ってるブロードの材料はこれだけだ。これで60リットル作る。で、これは完成品だ。あとは任せても大丈夫だろ。なあ、何しろ地元じゃメイン張ってたんだ。うちの店の味に合わせてブロード作るくらい簡単だろ。ん？無理か？いえ、わかりました。頼むな、こっちも忙しいんでね。はい、わからないことがあったら聞いてくれ。まあ、ないだろうし、ないはずだけどな。誰が聞く。うまい。味なら負けん。暇もあれせん。見とけよバンダナ野郎、味見して驚く。あ、いや、あのバンダナ野郎っていう、のはですね、よし、そろそろ仕上げにっと。まず、なんやこれ、血のマグソ、飲めたもんじゃない。だよ、なんでなんだよ。どうした。あの貸して。鶏ガラの下処理を怠ったな。煮込む前によく洗ってないから血生臭さが残ってるんだ。すいません。どれ。香取、
味見してみろ。よし。お前がメインやってる店のブローダーこんな味なのかよ。違う、そうじゃなか。もうそこなんじゃねえよ。大丈夫だっつったの誰だよ。おい、なんで見て見ぬふりをした。面倒見てやると言ったろ。すいません。作り直せ。二人だな。うっす。ほら仕事に戻れ。シェフ、次のブロードができる9時まではリゾットはメニューから外してください。そうだな。ホールの連中にはそう伝えておく。殴られもせんのか俺は。おい、お前作ったことあんのか本当に。あ、いや、あの店のシェフが作ってるのを見てただけで。あの作ったことは。すいません。つらかせ。俺に昨日言いたいことは面と向かって言えって言ったよな。立て立て。こら、言ってやるよ。俺はお前みたいなやつが一番嫌いなんだよ、このアマちゃんがよ。お前みたいにな、ちょっと料理かじったくらいで血の滲むような努力もしてねえし、砂噛むような思いもしねえでな、一発の料理人気取ってるやつが一番嫌いなんだよ。仕事ってのはそんな甘えもんじゃねえんだよ。うわっ、おい、なんだこれ。人様の口に入るものを作る料理人がなんでこんなん吸ってんだ。ったく何から何まで半端な野郎だな。いいか、俺がお前の上にいる以上お前に日の目は見せねえかんな。俺はお前みたいな半端野郎は認めねえんだよ、分かったか。よ、作り直しかよ。できねえどころか仕事を増やしてんじゃねえぞボケ。
ねえ、彼どうするかな。厨房のことに首突っ込まないでください。確かに失礼いたしました。何にも言い返せ。バンキちゃん、ありがとうございます。俺もこれは最高なんじゃないかなって思ってます。はい、あ、もう一発の料理人やね。はい、一発の料理人です。マジうまか。え、まあずっと先やとは思うけど、一緒にイタリア料理屋をやるっていうのはどうかって聞いてんの。絶対うまくいくけん、マジで自信あるし。その話ん、また、よっしゃ任せろ。今のは言っとくけど、プロポーズやけんね。分かってる。何が料理人だ。とんだ思い上がりだ。また持たなかったか。一日半か。このまま戻ってこなかったらそれだけのやつだったってことだよ。まあね。
香取さん。あ、ブロードの作り方教えてください。私ムカついてんだよね、あんたに。この中で俺が一番使えないんだな。何やってんだよお前。辛かったら帰ってきてよかよ。さてどうする、バンビー。このまま負けたままじゃ悔しか。待っとるよバンビー。